皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、恒例ですけど、2016年6月に、弊社のですね、ネットビジネス研究会のデイリー会員向けに紹介したキーワードをですね、少しだけチラ見せしたいなと思います。デイリー会員っていうのは月々3000円でですね、毎日ですね、毎日旬なキーワードとか、サイト、ツールなどをですね、一つずつ紹介しているっていうサービスがあります。まあ、計算すると1日100円ぐらいでいろいろ勉強できるっていうもので、まあ、特にですね、事例が欲しい、コンサルタントの方や、まあ、事業の方、そしてクライアントをお持ちの例えば、保険屋さんとかですね、印刷屋さんとか、制作会社とか、こういう方に特に重宝されているサービスなんですけど、これは当然、有料の会員制のサービスなので、有料でないと見ることできないんですが、どんなキーワードを取り上げたかっていうことについて、今日はですね、チラ見せしたいと思います。ではこちらをまずご覧ください。はい、6月の30日からちょっと遡っていきますが、現在ですね、2009年から始めたサービスなんですが、すでにですね、2700語を調べているんですけど、それを振り返っていきたいと思います。まず6月30日、iFace というものがあります。これはもう i ってついてるので、ピンときた方いらっしゃるかもしれませんが、iPhone のですね、まあ、いわゆるスマホのアクセサリーグッズを売っている、韓国のお店なんですけど、この iFace というですね、スマホケースがですね、非常に人気で、検索数が増加しているということで、取り上げたんですが、このキーワードに関して言えばですね、特にね、まあこれスマホなので、まあ当たり前なんですけど、まあ、検索回数が月間2万2000回に対して、スマホ率が 88.7% ということで、非常にですね、注目のキーワードで、検索数も、上昇しているっていうものですね。はい、続いていきます。サマーニットっていう言葉。サマーニットってなんだって感じなんですけど、まあニットのサマーなんですけど、その、いわゆるサマーセーターって言われる、まあ夏にですね、まあニットを着るという文化が、若干あってですね。で、これが女性が人気だったのが、男性の方もですね、最近はちょっとニットを使っている、モデルさんなんかも出てきて、ちょっと話題になっているんですが、これはまだね、若干なんですけど、月間検索回数、僕の目標の1万回に到達してない8100回なんですが、スマホ率が 85.6% ということで、検索数も非常に伸びています。これは毎年右肩上がりに伸びているキーワードなので、ちょっと注目かなって気がしています。はい、続いて3つ目ですけど、メディキュットというのわかりますかね。これは商品名なんですけど、七尾さんというモデルのね、背の高い、スマートなモデルさんいますけど、七尾さんが、テレビのコマーシャルで、話題にしている、着圧ソックスと言いまして、まあ、ソックスを履くとですね、その、履いた圧力でですね、キュッと見えるとね、いうものなんですけど、これが非常に今注目されていて、まあ、月間検索数は4万回ぐらいにも及んでいるんですけど、スマホ率も 85.8% ということで、まあ、若い女性が検索するワードなので、スマホ率上がりますけど、そんな感じになっています。そしてですね、続いて、モッシュというものなんですけど、これ多分聞き慣れない言葉じゃないかなと思うんですが、これ一般的にはですね、今まではロックコンサートで、見られている現象の一つに、興奮したお客さんがですね、密集した状態で無秩序に体をぶつけ合うみたいな、うわーって、ね、こういうような状態のことを言っていたらしいんですが、全然別の意味で、いわゆる牛乳瓶みたいなのをモチーフにしたですね、可愛いマグボトルっていうんですかね、これがモッシュというブランドっていうんですかね、商品名っていうんですかありまして、これがなんかね、人気らしいんですね。で、検索数も1万2000回になってますし、スマホ率もギリで8割超えてきています。このような商品、注目かなって気がしています。そしてですね、続いてなんですが、これちょっと残念なお知らせなんですけど、Yahoo プロモ広告2016年9月に検索されるキーワードということで、これは1年ちょっとですね、Yahoo さんが、Yahoo プロモーション広告の、まあ、ブログ記事として、来月、再来月に注目のキーワードっていうのを紹介してたんですけど、これがどうもですね、6月の9
更新がなさそうなので、この9月のはですね、どうも発表されないような感じになってきました。これ、1年間分データですね、ありますんで、遡って、使っていけば、まあまあ、1、2年はですね、若干旬はずれるかもしれませんが、注目かなって気がしてるんですけど、ちょっとこれ、更新が止まってしまったのは残念かなって気がしています。はい、続きましてですね、Yahoo 新設カテゴリー。これ何かというとですね、Yahoo のですね、毎年、毎日か、新しいキーワード、新しいサイトっていうのが生まれると、それを元にですね、カテゴリーで分類するっていうことを未だに Yahoo は続けてるんですね。その Yahoo さんが続けている中で、新しい言葉とか、新しい市場とか、ジャンルとか生まれると、カテゴリー作らなきゃいけないんですね。で、カテゴリーを今までないものを作るっていうことは、新しい市場ができているということなので、その、カテゴリーっていうのを僕はずっとメモしています。これはアーカイブがないので、僕のですね、サービスの中でしか見ることできません。こういったものもやっています。続いては、違いっていうものを行きましょうかね。これ以前にですね、僕ブログで書いたことあるんですけど、違いとか比較とか、まあ相違点とか、こういう二つのキーワードの何が違うの、二つの商品の何が違うの、みたいなのは、結構ですね、まあ検索の本質を捉えていたキーワードで、多いんですね。で、このような違いを集めた、サービスっていうのを考えている人がいて、で、これなかなか面白いなということで、紹介いたしました。はい、続いては、6月23日、係争度なんですけど、係争度って、まあ、なんていう通知の種類なんですけど、これがですね、2015年ぐらいからちょっと増加してるんですね。で、まあ、この係争度を使うと、非常にですね、吸水性が良くて、水分を吸収してくれるので、壁とかにね、係争度の壁とか人気なんですけど、どうもそうではなくって、バスマットとして係争度を使うと、足がね、拭けるし、そしてそのままですね、乾いてくれたりね、水分吸い取ってくれるのでいいみたいなことで注目のようですね。検索数も、係争度バスマットで、3万3000回もあります。係争度が1万8000回なんで、係争度だけよりも2号の方が検索数が多いみたいなワードとしても面白いかなって気がします。続いて、風鈴というものを見ましょうか。風鈴というものは、チリンチリンって鳴らすものなんですけど、これをね、通販で売っているサイトが、あんまり多くないんです。あるんですね。ただ、通販で売っているのに、音をね、聞かせてくれないというサイトが非常に多いんですよ。で、これでは、音が勝負じゃないですか。見た目の可愛さも大事かもしれないし、値段も大事かもしれないけど、音を聞かせてくれなきゃって思うんですけど、まあ、こういうね、まあ、基本的なことなんだけど、自分の商品の良さを表現するのに、どういうツールがいいかって、やっぱ考えることは大切だなと思うんですよね。はい、続きまして、タイガーナッツってものに行きたいです。これはなんかね、タイガーウッズとか、なんかそういうような感じしますけど、そうじゃなくてですね、これスーパーフードらしいんですね。で、まあ、チアシードとかに始まりまして、いろんなね、なんとかナッツとか、なんとかシードとかっていろいろ出てきたんですけど、まあ、きっと流行り物なんでしょうね。今、タイガーナッツが注目で、月間検索数も3万3000回を、超えていて、スマホ率も、非常に高くなっています。スマホ率 73.5% になっています。はい、続きましては、こちら、テラリウム。テラリウムってご存知でしょうかね。これ陸上の生物とかをですね、なんか小さいガラスの容器とかに入れて、まあ、飼育栽培するもので、まあ、園芸のね、一つなんです。ガーデニングっていうんですかの一つでもあるんですけど、こういうものが今人気みたいで、月間検索数1万8000回ありまして、今ちょっと急上昇中。これがどのぐらい今年伸びるかっていうのが一つ目安になるかな。去年かな、一回、2年前かな、山があったので、それをさらに超えている状態なので、もっと検索数も伸びていくんじゃないかなと思います。はい。そしてですね、Yahoo 検索データマンスリーランキング2019年5月ということで、これは毎日 Yahoo さんが出しているものの、まあ、一部を切り取ったものなんですが、これは人名検索とか、よく検索されるブランド名とかの、データが発表されているんですけど、
まあ、流行とかを知る意味で、これも大事なので、よかったら見ておいてください。はい、続いては、また新設カテゴリーがありまして、次に、Twitter 企業アカウント人気って書きました。Twitter のですね、人気アカウントっていうものをちょっとですね、今更だと思うかもしれませんが、調べてみたんですが、実はね、ちょっと変わってきていて、企業アカウントが企業としてというよりは、一人のキャラクターとか、もしくは人間っぽさを持ったツイッターアカウントが人気になってきてるんですね。で、そういった会社はどんなのがあるか、ちょっと調べてみました。はい、続きましては、オン送りカードっていうものがあります。これなかなか面白くて、今までであれば、自分が一つのお店に通い続けてですね、ポイントを貯めて10枚行くと、11枚目のね、無料券をもらえるみたいなのがありますよね。その11枚目が無料券を自分がもらうんじゃなくて、自分の、何か、例えば趣味とか、自分の境遇とかに共感する人に、恩を送りましょう、プレゼントしましょうというですね、キャンペーンというのがあって、これをやっている、ね、カフェとかがあるんですよね。なかなか面白い、なすけは人のためならずという言葉がありますけど、非常に面白いサービスかなと思います。そして、6月15日、何々たいということで、痩せたいとかね、死にたいとか、離婚したいっていうのが、上位3ワードなんですけど、まあ、こういうワードについて100語、調べてみました。どんな言葉がね、あるか。で、これの検索数が伸びてるんですよね。その理由なんかも説明いたしました。続いて、文字入れアプリです。これ例えば僕もやってますけど、この写真、YouTube とかの動画撮った時のカスタムサムネイルといって、写真に文字を入れたものを、入れた方がね、クリック率が上がるので、みんなやってると思うんですが、これにはどういうね、アプリを使ったらいいかということについて、一覧にしてましたので、参考ください。はい、続いては、フォトブック、フォトアルバムということで、写真がブームの中でですね、やっぱり写真を文字、紙に残したいとかね、っていう人がやっぱ増えてるんですよね。フォトブックは 49,500 回も検索されているワードなんですけど、まあ、これについてちょっと一覧形式で調べてみました。はい、続きましてはこちらですね。楽天キーワードランキング2016年5月ということで、これ毎日ね、楽天さんが発表してるんですが、そのうちの1日ということで、この日を切り取ってましたが、このランキングをですね、1位から1000位まで出てるので、ずっとチェックしていくとかなりいろんなことが見えてきますので、ぜひ皆さんもやってみるといいかなと思います。そして、Yahoo 新設カテゴリーですね。これがありまして、続いてはですね、シミ消す、シミ取りっていうのを書きましたが、いわゆるシミ取り、シミ抜きというクリーニングのね、手法がありますけど、この検索数というものが、非常にですね、伸びているんですね。で、2万回とか1万8000回とか、検索されているので、ちょっと今回取り上げてみました。はい、続きましては、症状というものをですね、症状とかですね、こういうね、ターゲットを絞った印刷屋さんが注目ですよとかですね、あとオカルトグッズみたいな、かなりマニアックなね、キーワード。そして、カリソルブなんて聞いたことありますかね。このようなですね、これは歯医者の治療法なんですけど、なかなか面白いものですね。はい。そして、セルライトですね。これは、セルライト除去というですね、そのエステの方法があるらしいんですけど、面白いチラシなんかもありましたので、紹介しました。そして、Google が発表している Google トレンドの、今日検索数が多かったワードなんですけど、これの1ヶ月分ですね。これもアーカイブにしています。これも過去アーカイブ見ることがほぼできないので、貴重なデータじゃないかなと思います。そして、新設カテゴリーがありまして、今年はですね、今月は、あと電力比較サイト。まあ、電力の自由化が4月になったということで、いろんな企業が参入してるんですけど、まあ、どこの企業とどこの企業何が違うのみたいなのを解説するサイトで、今注目みたいですね。そして、造園や植木屋さんが、まあ、SNS とか集客していくには何したらいいかということについて、6月2日に紹介しました。そしてですね、1位、6月1日、声が出ないなんですけど、これ僕も声が出なくなったんですが、それをですね、例えば耳鼻咽喉科のホームページですね、ぜひ、問い合わせください。お電話でとか書いてるんだけど、いやいや、声が出ないんだって、っていう話なんです。面白いですよね。その辺ね、ちゃんとしましょうってことなんです。はい、ということで、詳しく知りたい方はですね、ぜひ、月3000円からのデイリー会員を申し込んでいただければ、続きを見ることができます。
今月にデイリー会員で紹介した注目のキーワード、サイトツールを紹介しました。インスパイアに来ました。ありがとうございました。バイバイ。